こんにちは池田ですあの今スーパーヒットしている「鬼滅の刃」っていう映画あるんですけどあの僕は個人的にアニメの方の「鬼滅の刃」を今見始めたところなんですよね漫画の方はもう全部見たんですけどアニメの方がまだ見ていなくてとりあえずあの毎週 やっってていいたアニメっていうのがテレビで放送されたんでですよねで今録画してるんですけどまだ放送中なんでですよねでそれをやっと見始めてるんですけどあのー、同時に今僕は同じこの時期に見始めてるアニメっていうのがもう一つあってそれが「おいしん坊」なんですよ。料理の話というかその「おいしん坊」。このアニメと「鬼滅の刃」正直どっちが面白か 面白いかなと思ったときに今のところ追いしん坊の方がおもし面白いんですよねまあ理由としては次楽しみなのは追いしん坊の方なんですよねどっちがはい次早く見たいかというと追いしん坊の方なんです今のところ鬼滅の刃は続きものなのでこれからどんどん面白くなっていく可能性があるのであの最終的なけ決着は言えないんですけど 今のところどっちが楽しみかって言ったらあの追いしんぼなんですよねこれ正直なところなんですよね。でまあ現状あのなんというかそんな感じなんですけどこの今ヒットしてるのは映画なんですよね。もうすごく大ヒットしていてこう過去にそのヒットした「あの千と千尋」であるとか「あの君の名は」であるとかそういうのを追い越せ。 追い越せ追い越せというかそのもう追い越してるのかわからないんですけどそのむちゃくちゃゃくヒットしててるっこれも僕は見ていないのでこう何とも言えないんですけどだから見に行くべきかどうかっていうのはちょっと迷ってしまうんですよ悩むというか見に行ってがっかりするのも嫌なんですよねやっぱりちょっと損したっていう気持ちになるっていうんですかねでも見に行かないとその判定は 正直なところ言えないかなと思うんですけど僕の予想としてはあんまり面白くないんじゃないんだろうかっていう疑いを持ってしまうんですよねあの前にもこういうことがあったんですよねあの君の,名はの時ですよねあの時ももうものすごく大ヒットしてすごく大騒ぎしてあのものすごく評判が高かったんですよね僕の職場にも,もう 4回も見に行ったとかいう人が出てきたりとか僕はそんな映画館に4回も見に行くようなことってないんですよね障害で <laughs> と,とんでもないものがこう放,送さ放送というか映画館でこう上映されてんのかと思って見に行ったんですけど大したことなかったんですよね <laughs> あの過去のものというかもう衝撃を受けてその打ちのめされるような映画っていうのは。 過去にもちょっとしかないんですよねアニメアニメで言ってもそんなに映画としししてもほんんの少ししかないんですよだからそう簡単にそういう映画には出会えないっていうのは分かってるんですけどそれだけのあの評判の高さがあってそんだけヒットしてるっていうのであればもしかしたらそういう映画かもしれないっていう期待感も出てしまうんですよねでも全然そんなことなかったんですよね <laughs> 多分もう また見たいってなっていないのでそのものすごい映画っていうのもまた見たいって結構すぐなるんですよねジブリのそのナウシカであるとかトトロであるとかもう何十回も見てるんですけどまた見たいってなるんですよそういうものではな,なかったんですよねこの感じが必死とあるというかその漫画で話も知っているのであっこの話でしょっていうところもあるのでよりそうそうなんですけど っていうところが中間報告 <laughs>『鬼滅の刃』見始めましたっていう単なるあの一個人の感想の話でしたただこればっかりは最後まで見てみないとわからないのであの最後まで見てまたどうだったかっていう感想は取ってみたいと思っています現状「おいしんぼ」の方が <laughs> 楽しみになってしまってるっていうのが現時点での最初の2時間見た時の,あの感想でした This is art.